ジャン・クリストフロマンドラン、前回の続きからですオリビエは二三度クリストフについて行ってみたしかしそれらの人々の間に入ると楽な気持ちを感じなかった それらの労働者らが工場の厳格な時間や必要な汽笛を鳴らす製作所の呼び出しなどに身を縛られていない場合にあるいは仕事のあとあるいは仕事と仕事の間あるいはぶらついたりあるいは今日を休んだりしてどんなに多くの時間を空費しているかは人の想像にも及ばないほどだった。 クリストフも精神的に一つの政策を終えて他の新しい政策が生ずるのを待つというもういかんさんな自由の時期にあったから彼らと同じく少しも気が焦っていなかった彼は喜んでテーブルに両肘をついてタバコをふかしたり酒を飲んだり雑談をしたりしたしかしオリビエは 精神の規律や仕事の几帳面さや最新に倹約された時間などという伝統的な習慣のために中流人的な本能のために不快の念を覚えさせられたそんなに多くの時間を空飛したくなかったその上彼は雑談をすることも酒を飲むこともできなかった それからまた肉体上の窮屈さ、異なった人間の体を互いに引き離す密かな反感、魂の交流に対抗する官能の出来体、心に反発する肉体などがあった。オリビエはクリストフと二人きりの時には、民衆と親密にすべき義務を感動しながらクリストフへ話すのであった しかし民衆の面前に出るとそれを少しも実行できなかった彼の観念をあざけっているクリストフが往来で出会う労働者の誰とでもわけなく親密になれるに反しオリビエの方はそれらの人々と隔たっている自分自身を感じて本当に苦しんだ彼は彼らと同様になろうと努め 彼らと同様に考えようと努め彼らと同様に口を聞こうと努めたしかしそれができなかった彼の声は鈍くて曇って彼らの声のようには響かなかった彼らの表現のあるものを真似ようとするとその言葉が喉から出なかったり変に調子外れになったりした 彼は自分自身を観察し自分を困らしまた他の人々を困らしたそしてそれを自らよく知っていた自分は彼らにとって一つの他国人であり怪しい人間であること誰も自分に同感を持っていないということ自分が立ち去ると皆はほっと息をつくことなど彼は知っていた 厳しい冷たい目つきを貧困のために苛立たせられている労働者らが中流人に注ぐあの敵意ある目つきを彼は通りがかりに捉えることがあったおそらくクリストフにもそういう目つきは向けられたであろうしかしクリストフはそれを少しも気づかなかった 仲間のうちでオリビエと交わる気持ちを持っているのはオーレリーの子供たちばかりだったこの子供たちは確かに中流人を嫌悪してはいなかった小さな男の子の方は中流人の思想に惑わされていたその思想を好むくらいに霊儀だったしその思想を理解するほど霊儀ではなかった 娘の王はごくきれいな子で、一度オリビエからあるのを人の家に連れて行かれたことがあって、写真に目がくらんでいた。美しい肘がけ椅子に座ったり、美しい衣服に触ったりすると、口には出さないが、非常な喜びを感じた。平民階級から逃れ出て、 中流階級の安楽の天国へ入りたいと憧れている卑しい小娘の本能を備えていたオリヴィエはそういう気質を養い育ててやることに少しも興味を覚えなかったそして自分らの階級に対するその無邪気な敬意は他の連中の密かな反感から彼を慰めはしなかった 彼は彼らの悪意を苦しんでいた。彼は彼はらを理解したいとの熱烈な願望を持っていたそして実際彼は彼らを理解していたおそらくあまりによく理解しあまりによく観察していたそれで彼らは腹を立てていた彼は不謹慎な好奇心でやっているのではなかったが 人のの魂を解剖するる習慣でやっっているのだった彼はやがて獣シアの生活の人知れぬ悲劇を見て撮った彼を破壊している病苦と彼の上婦の残酷な遊戯等上婦は彼を愛していたし彼を誇りとしていたしかし彼女はあまりに正気に富んでいた 彼女が自分かから逃げ出すかもしれないことを彼は知っていて、ていい嫉妬に身を焦がしていた。彼女はそれを面白がっていた彼女は男どもをからかいしきりに宗派を送ったり卑猥な空気で皆を包み込んだりしていた手に負えないはずっぱ女だったおそらくグライオーと通じて彼を裏切っているかもしれなかった おそらく彼にそう信じさせるのを愉快がっているのかもしれなかったがいずれにしてもそれが今日のことでないとすれば明日のことであったろう彼女が誰にでも気に入った男を愛するのを重視へはあえて禁じえなかった彼は男に対する同様に女に対しても自由たるの権利を公言したではないか 彼女は彼から罵られたある日、豪華な傲慢さでそのことを彼に思い出させた。彼のうちで自由な理論と激しい本能との間に苦しい相当が行われた。彼は心ではやはり先制的な嫉妬深い昔の人間だった。が理性では未来の人間であり、 理想郷の人間だった。彼女の方は昨日と明日との女でありいつでもの女だったオリビエはその隠れたる闘争を眺めその闘争の動う猛さを自身の経験で知っていたのでジューシエの弱さを見て取りながら深い憐れみの情報を起こした。ジュシは、 オリビエから心中を読み取られていることを察知していたそしてオリヴィエに感謝するどころではなかった他にも一人の者がこの愛と憎しみとの協議を寛大な目で見守っていたそれはかみさんのオーレリーだった彼女は様子には示さないで全てのことを見て取っていた 彼女は世の中を知っていた。健全な落ち着いた几帳面な立派な女ではあったが若い頃はかなり自由な生活をしてきたのだった彼女は花売り娘だった中流人を上夫に持ったこともあるしまた他にいろんな丈婦を持ったそれからある労働者と結婚した 立派な家庭の母となったが彼女は人の心の様々な境遇を理解していた